はい、よちゃくんとそこでね、よちゃんとヨウタユウさんね、そこでちょっとポーズ決めとって。決めてみた。喜んでもらえた。はい、ということで、2部ですね、ちょっとさっき、1部とまた入れ立ち変えまして登場させていただきました。で、2部も2曲させていただくんですが、で2部はね、完全のソロで頑張ろうかなと、だいぶ緊張してみまして、でもう嫌だ、無理無理ってずっと言ってるんですけど、無理やり出させます。はい、ということで、皆さんね、いつもとは違うオイラン式部2部もまた引き続き楽しんでいただければと思います。はい。では最初の曲はですね、鬼の宴という曲を私のソロでやらせていただきますので、お願いします。どっから来れば良いものか、うまいものか、まずいものか、さっぱり俺にはわからない。決まりばかりの世の中じゃ、仏がいつも水を差す。我慢するのは礼儀でしょう。鬼がこの身をそそのかす。お先にどうぞ遠慮なく。赤っきらきらその月、死ぬも生きるも紙一重。お釈迦が雲の色垂らす。遅くはないわ、おいでなさい。地獄の声が耳を打つ。踏み外すのも悪くない。甘すばかりなこの宴、
どこへ向かう月明かりだけがただ一つの道しるべ。皆さんのご意見がだいぶちょっとズラが重たいんです、このズラ皆さんがどのような、ね、形で思われるかなとかちょっと心配してたんですけども、結構かっこよかったよとか、またいつもと違ってよかったよっていう声をたくさんいただきて、すごく今日はやってよかったなと思います。また機会があったらおいらではない格好、こういう格好をしながらね、普段とは違う曲もやりたいなと思いますし、今後もまだ夏秋とイベント、ひじり座としての出演、また、おいらん式部としての出演も続いていきますので、 SNS とアップしていきますので、ぜひチェックして見に来てください。今日はありがとうございます。この後も楽しんでください。おいらん式部さん、ありがとうございました。